島競馬場第11レース。今日のメインレースは福島民放杯リステッド競争4歳以上のオープンハンデキャップ戦、メンバーは14頭です。芝の 2000m で行われます。福島で年間2つ行われるリステッド競争の1つ、福島民放杯。ゲート入りは4コーナーポケット時点です。トップハンデは57キロの湘南バルディ、最軽量ハンデは50キロのエリオトロピオとなっています。さあゲート入りは最後14番フォワードアゲン入ってゲート入り完了です。スタートしました。まずは揃っています。これからスタンド前に出ていきますが、まずは12番湘南バルディ出ていきます。そして2番の帝王シリウス、さあどちらが行くのか並んでいます。3番手は8番バジオ、その外に14番フォワードアゲンが4番手から3番手を伺って、馬群の中に4番バイオスパーク、さらには11番のブライドランド、内は3番エリオトローピオ、9番ロングランと固まって1コーナーを回っていきます。さあ結局コーナーワークで2番帝王シリウスペースを握るようです。1馬身半のリード、2番手になった12番湘南バルディ、あとは2馬身差、3番手は14番フォワードアゲン、第2コーナーのカーブ、4番手内3番エリオトローピオ、さらには8番バジオです。内は並んで9番ロングラン、第2コーナーのカーブ、その後ろに11番プライドランド、あとは2馬身離れて4番バイオスパークです。3馬身後方に7番カレン・ルシェルブル。さあ最初の 1000m の通過は1分0秒9です。さあその後ろ並んで上がっていく6番サトノエルドール、その外には13番ジェットモーションです。後方に1番プレシャスブルー、さらには10番アドマイアポラリス、かわしていく5番プリマビスタ。さあ一段となって3コーナーのカーブです。先頭2番帝王シリウス、リードは1馬身半ぐらい、そして12番の湘南バルディが2番手、14番フォワードアゲン、さあ600を切って外からスーッと8番バジオと6番サトノエルドール、前は固まって4コーナーカーブに向かっていきます。さあ今度は8番バジオ先頭に変わるのか、馬群の中14番フォワードアゲン、残り404コーナーカーブ、その外に6番のサトノエルドール、横にずらっと広がって第4コーナーから直線コース、大外へ上がっていったのは7番カレン・ルシェルブル。さあ5頭横に広がって残り 200m、 粘る3番エリオトローピオ、並んでいく大外7番カレン・ルシェルブル、今度は先頭に変わった、内は3番エリオトローピオ2番手か、3番手争い11番プライドランド上がるか、先頭7番カレン・ルシェルブル合理、2着は3番エリオトローピオ、3着は広がって激戦、2番帝王シリウス、11番プライドランド、13番ジェットモーションです。タイムは2分1秒6、7番カレン・ルシェルブル堂々とゴール前抜け出しています。2着は3番エリオトローピオ、3着わずかに追い上げた11番プライドランド。上がりタイム、ゴールまでの 800m は48秒0、 600m は35秒9です。粘る3番エリオトロピオをめぐって大外7番のカレン・ルシェルブル、ババの真ん中堂々と7番カレン・ルシェルブルです。捉え切って1馬身ぐらいのリード。今日が2ヶ月半の休み明け、7番カレン・ルシェルブル鮮やかにゴール前抜けての完勝です。